おはようございます。今日はオンライン話し会の受付が12時までなので、その前に配信できたらなと思って、ほんまにさっき急遽ショールームしようと思って今配信してます。だからね、もうお仕事行ってる方はきっと見れないですもんねもうちょっと早く始めたらよかったって思ったんですけどもおはようございます皆さん。でも嬉しい、いっぱい来てくれてるっぽい今から面接やから、もう寝て頑張るよかった、面接前にできて頑張ってください。ゴールデンウィークやからその勢いで休んでる方多いんですかね、どうなんやろ。お、休みの方もいる、よかった。テロップあれにしとこ、オンライン話し会12時までって。皆さんオンライン話し会もうあれしましたか、お胸のお話しする用意はできてますか。お話し会12時まで、撮ってないって方はもうこの配信が運命だと思ってぜひ来てください今回はもう何もせず普通の服で行こうって思ったんですけど、やっぱその写真集のイベントでやっぱたくさん応援していただいたっていうのもあるし、恩返しをしたいから何かしたいなって思った時に、やっぱ普段しない浴衣とかジンベエとか普段見れない私を、そうお話、普段登場しない私でお話ししたいなって思ったのでしました。でこれは今日の朝言ったんですけど、浴衣とジンベエの日は1日ずっと同じ服じゃなくて、456で一つの浴衣、678で456789や、456と789で2パターンの水着じゃないわジンベエと浴衣を着たいと思ってて、だから何やろ、浴衣の日は浴衣2パターン、ジンベエの日はジンベエ2パターンっていう、そうだから2種類楽しめるからぜひ4部だけ撮ってるって方は789もぜひ着ていただきたいなって思います水着じゃないです、水着も昨日の BKB グランプリのやつで水着じゃない、ビキニって叩き込んでやったやつなぜひそちらもいらしてください。本当に今日の12時までなので3次受付もあるんですけど、ぜひ完売増えたらいいなって思うのでもう認知ないけどお話し会少し申し込みましたってありがとうございます。お話し会で初めましてが意外とよくあるんですよ、ありがたいことに。だから今回最近は何やろ、いろんな地上波出演させていただいたり、その選抜とかでもね、でし写真集もあったりグラビアもさせていただいたから、初めましての方たくさん来てくださったらいいなって思ってます。今回がそう7月8月やから、めっちゃ夏、ザ・サマーって時にできるので、もう夏の予定を立てちゃいましょう楽しみ。なんかサイトでね、いろんな浴衣とかジンベエとか見てたけど、可愛いのばっかり で意外とジンベエが高くないことにびっくりしました。5000
5000円ぐらいすると思ったけど、全然可愛いのに、え、こんな値段で買えるんやって思って、嬉しいです。お願いします。久々に待ってます。あとはスーツも着ようと思ってて、20歳になって初めてのオンライン話し会なので、それは一番初めの時に着ます。スーツって人前で初めて着るかもはい、なんかそんな私も見ていただきたいなって思いつつ、チアガールとかで後半秘密って書いてるじゃないですか。あの秘密はなんか実は未定に近い秘密で全然決まってないんですよ。何がいいですかね、なんか皆さんのリクエストに答えたいって思うけど、なんかスポーツの日とか なんちゃらの日ってつく日がすごいやりやすいんですけど、なんか山の日とかやって、え、山の日、山なんやろってなっていや水着も絶対言われると思ったんですよ。水着、水着なぁ、だって水着って言っても何やろ、グラビアでしたらもうあのビキニを着ちゃったらなんかもうあのレベルを着ないとダメじゃないですかでも多分あれはちょっとあんま OK 出ない気がしてて、 OK も出るのかな、なんか私的になんか万が一のことがあったらちょっと怖いなって思うから、ちょっとそれはやめます、うん、なんか水着は写真集とかで楽しんでほしいですだから水着はちょっとすみません、できませんでもね、じゃあサイトオッケーしちゃいそうなところが怖いですよね。何がいいかな、なんかコスプレがいいのか服がいいのか、なんか皆さんが何着たいんかなと思って、で生誕 T シャツを着るタイミングを私作ってなくって、今回なんか生誕 T シャツもありなんかなって思ったり、私の分あるような今年ないとかありますか、ちょっと6月から生誕 T 販売なしでとかなったらあるかな、そんなこと。服ね、確かに服の日も逆にないもんな。私服の日も欲しいか。なるほどね。私服をだから一日同じのじゃなくて、またこうやって2パターンあればいいのかな。私服はどんなやったらいいかな、かわいいの。あ、ドレスコードも楽しかったですねやったな、懐かしい。お話し会の時メンバーめっちゃお荷物そう。メンバーね、みんなそうやな、着替える人はお荷物、
でもみんなトートバッグって言うんですか、この普通のバッグに収まるぐらいかな。しめそ、あ、おそろちもいいですね、しおんちゃん。でもね、今回しおんちゃんもね、ゆずちゃんもね、同期の子がね、誰もブーかぶってないんですよ。私なんか全部入れ違い。あ、ゆずちゃん1個かぶってたっけな、入れ違いなんですよね。確かにおそろっちもやりたいな。めっちゃあり。しおんちゃん使っちゃってるのかな。ありがとうございます。欲望もののアクシー以来持ち取ったよって、ありがとうございます。欲望もの握手会っていう言葉がもう懐かしいですね、もはや。チヒーさんと確かにチヒーさんおしゃれやから、チヒーさんともいいですね。幼稚園児ナースメイド、やったことあるんですよね。でそれでもいいなら、確かに麻雀、麻雀で1位になったからチャイナもありですね。確かにそれいいかも。私チャイナをしたことがなくて、コスプレで、でいろいろチャイナのコスプレを見てたんですけど、なんかいろんなやつがあって、ほんまに丈が短いのから長いけど足が出せるチャイナとか、あと色も赤とかじゃなくって、なんか薄い水色とか、なんかゴールドっぽい、なんかツヤ感のある生地のチャイナとか、可愛いのいっぱいありました。それいいですね。いや持ってないです。でも可愛いのいっぱいあったから、え、いいですね。あり、そうですね。話し会下見えへんけど、でも言うて握手会も足元見えてなかったじゃないですか。そんな変わんないですね思うけど、なんかお話し会でも全身見せてって言われたら全然立ち上がるし、あの握手会みたいに下がってって言われて下がってみたりするし、写真なんかチャイナ、髪型もいろいろ変えれたらなって今回思ってるので、いいですね。そうしましょう。じゃあチャイナと私服にします。決まり。おー素敵、ありがとうございます。そうしよう、そうしよう、めっちゃいい。麻雀牌のイヤリングとかもあるの、あれみたいですね。なんちゃらであるの子、何でしたっけ、銀玉の。こうであるよみたいな。おもねであるみたいな。何ちゃんでしたっけあの子。うわ。なんていうものそれ。クララちゃん。カグラちゃん。かぐらちゃん、あ、ちょ、名前知らんかったかぐらちゃんっていうんや、あの子なんちゃらであるのかわいいですよね、あの子。お団子できるかな自分でお団子全然しやんからやりたいな。なんかさ、あの椅子のさ、こういうとこにつけるようなやつをここにつけてますよね。なんていうのこれそれ横にこんなんしたいなああいう
やった、楽しみ。じゃあそうします。だからチャイナとかあるから、皆さんぜひ、今もう本当に12時までの受付なので、まだ取ってないよって方は、だからチャイナも2パターン準備しようかな。私もなんか楽しみになってきた。チャイナ1個じゃちょっともったいないので、どうせやるならば456と789の2パターンやろうかなって思うので、ちょっと今日程がわからないんですけど、あの私が今決めてるチアガールの次のやつはチャイナにします。でその下を私服も見たいって言っていただいたので、私服もじゃあ変えます。456、こうなったらチアも変えた方がいいよな。チアガールもだからスーツだけずっと一緒なんですけど、じゃあ3部で全部変えます。楽しみになってきた。大丈夫ですかね、日本語通じてますか今の私。スーツの他にも浴衣とジンベエと、あとチアガールとチャイナガールと私服があるんですけど、スーツ以外の日は456789で2パターン準備します。だから1日にももね、楽しんでください。楽しみ。あ、そう、8月7と8かな。だから8月の7日がチャイナ、8月の8日が私服です。全然荷物の多さはほんまに気にしてない。やったね、楽しみだね。なんかクマがぶら下がってきた。来てくれますか、来る人。キューブしか取ってないわ。だから1日1モモネしかそれは楽しめないってことですね。ということは456どれかおすすめです。絶対私可愛いのしか着ないですからね。あ、もう言ってる。でもやっぱその頃にはもうね、写真集も多分発売されてるし、誕生日も終わってるし、ライブも終わってて、話すネタはいろいろあるので、なんか会話に困ることは 100% ないです。大丈夫、来てね。金曜日の祝日もあるしな。写真集はそんなすぐ出ないんですか。分からへん。まだ撮影も何もしてないですけど、1ヶ月ぐらいでできないんだったっけ。その頃はまだってことか。じゃあ情報がだんだん公開されてる頃と思って。ぜひ来てください、よろしくお願いします。ちょっと今画像を本当にたくさんのね方が作ってくださって、可愛いのばっかりなんですけど、変更ばっかで申し訳ないけど、また画像作ってくださったら嬉しいです。使わせてください。楽しみですね。やったー、あ、画像作るって嬉しい。全部使います、ありがとう。タグ付けして私に送ってください。いいね、途中で力尽きたので新しいの作るね、ありがとうございます。だってあの画像作るのほんまに大変じゃないですか。私も作ったことあるからわかるけど、なんかめっちゃ時間かけた割に全然うまくできないんですよ私はね。だから皆さんの方が断然うまいから、それをお借りしてます。お願いします。
8月の初めての会話楽しみです。やった、はじめましてさんがいました。よろしくお願いします。そして皆さん48 times のグラビアを見てくださりましたか？あれは2020年にその AKB 新聞さんの電子版の方の戦いがあって、で上位2名が西ブロック東ブロックの上位2名がリゾート地でグラビアができるっていう戦いに去年実は参加させていただいてて、なんと西ブロックで2位をいただけたので撮影に行ってきて、もう公開されました。最高すぎました。あー嬉しい、やった、よかった。めっちゃ楽しくて、もうね私が最高でした。あれは本当にありがとうございました。そう、1年越しになんか今ねこういう時期っていうのもあってなかなかタイミングもなくて、やっぱどうなったんかなってすごい不安だった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんかスタッフさんは本当にいろんなところをずっと調べてくださってたみたいで、やっぱ一番海が綺麗なとこで撮影しようって言ってくださって、宮古島に撮影させていただきました。もうね全てがその戦ってる時にこんなんできたらいいなって思ってたものをはるかに超える本当に素敵なもので、最高でしたよ。でも本当に私とあの NGT48 の奈良美春ちゃんってことを2人で撮影に行ったんですよね。美波ちゃんは東ブロックの2の子で、だから2人で一緒に行きました。本当に天気にもうすごい恵まれたんですよ、私と美波ちゃんの時は。で台風が近づいててすごい、まあ、風がついた時から本当にすごい吹いてたので、なんかそう、あの夜に星空の撮影っていうのがあったんですけど、まあ運が良かったらかなって感じやったけど、もうそんなことほんまにってぐらいの満天の星空やったし、ずっと晴れてて曇った瞬間全然なかったですね。でも波は大荒れでした。やっぱ撮影中もそうなんですよ、ずっとソーシャルを保った感じやったからあんまりツーショットっていうのが撮れなくて、でもカッポーさん、その48新聞さんのそのスタッフさんはやっぱ今回そういうこともあったからまた改めて取材しましょうみたいな言ってくださって、そうだからまた大好きな美波ちゃんと一緒に撮影できるのがすごい楽しみです。楽しさ伝わってました？よかった。だってもう楽しかったもん、めっちゃ。で、美波ちゃん、奈良美春ちゃんのこと美波ちゃんって呼んでるんですけど、今回がほんまに初対面やって、で私もうどんな方かほんまに知らなくって、え、これ大丈夫かな、宮古島一緒でとか、私もさあんまグイグイ行かないタイプやから大丈夫かなって思ったけど、私が先についてたんですね。でその後美波ちゃんが来て、やばい、めっちゃ怖い気やったらどうしようとか思ったけど、マネージャーさんもすごい天然で面白い方で、美春ちゃんよろしくねみたいな。そうで美波ちゃんもね、よろしくね、モネちゃんキュンみたいな。ね、なんて呼んだらいい？あ、モネって呼ばれるので、モネって言ったら、モネちゃんね。で、私なんて呼んだらいいですかって言ったら、うん、なんでもいいよって、あ、なんて呼ばれること多いです。
ですかって言ったら、みはちゃんかなって言ってたから、あ、じゃあみはちゃんでって言ってすぐ年上やから一応年上ですよねって言ったら、うん、あ、でも全然敬語じゃなくていいからねって言ってくれはって、だから敬語じゃなくなってずっと隣にみはちゃんいてくれた。移動する時も、うん、そう、ふわふわ系なんです。全然そう、全然そんなタイプって思ってなかったから私、ほんまにあのね、ほんまにこんな喋り方なんです。お姉ちゃんよろしくねって。で、宮古島着いたら、なんか宮古島のそのなんていうんかな、守り神っていうんかな、なんか普通のマネキンみたいなうちに、ほんまに警察の服みたいな着てヘルメットかぶった宮古守くんっていうのがいるんですよ。でそれが何体もいるんですけど、そう、美葉ちゃんはその宮古守くんを見た瞬間に、あ、宮古守くんだって言って、でもまあ宮古守くんってなんだろうって思ってたけど、美葉ちゃんはもう宮古島のことめっちゃ調べてたみたいで、宮古守くんだって言って、道で見つけるたびに、あ、宮古守くん、あ、写真撮れなかったみたいなとかすごい楽しみにしてたらしいんですけど、行きの飛行機も私すごいワクワクしてるじゃないですか。だからもう飛行機とかも、あー、飛んだ飛んだとか思うけど、みはちゃん爆睡ほんまに楽しみ、みはちゃんって思ってたけど、みはちゃんはそうお仕事を遅くまでしてから来てたみたいで、すごいお疲れやったみたいなんですけど、もうね、面白いよみはちゃん。あの NMB にいないまた新しいタイプ、メンバーで言ったら誰かな、あ、でもふうわたんとか多分そっち系やと思う。なんかふわふわしてて、おっとりしてて、なんか喋り方もあんな感じ、ももねちゃんみたいな、ももねたんやな、ももねたん、かわいいね、キュン、ももねたんとキュンを、みはちゃんはもうね、私100回以上聞いたな可愛い。みはちゃんもそういう子です。そう、みはちゃんと一緒にいたんですけどね、ずっと寝る時も。で、次の日朝の撮影めっちゃ早くても2人で遅くまで、なんか最近 NGT どんなことしてんのとか、話したな。でもずっとそう、連絡先も交換したから、今もずっと会話してて止まらない。なんか48グループでなんかあんまり交流すること最近なかったから、ファンの方も喜んでて微笑ましいねみたいな LINE が来て、あ、確かにって言ってたり、なんかお互いのグラビアもベタ褒めし合ってます、え、このみはちゃんかわいいとかね。 NGT さんと交流が今までなかったんですよ、全然私はね。だし、なんか一生することはほんまにないと思ってました。だからこんな機会がなかったら、なんか他のグループの方と交流することってないから、ほんまにいい機会で、なんかもうみはちゃんめちゃめちゃ感動してて、夜の星空の撮影の時にも感動して泣いてた、いろいろそれぐらいもう本当に心が清らかな子で、めっちゃ優しくて、なんかね、気が配れる
気が利く、気を配れる、気配りできる人私大好きなんですよ。優しい。そうで撮影もね、なんか普通グラビアの撮影ってまあ水着1日でも全て終わらせないといけないから、水着決まった分着て撮ってインタビューしてお疲れ様でしたみたいな、もうほんまにいつも時間との勝負って感じやから、まあそういうところはグラビアの撮影いつも大変やなって思うとこなんですけど、でも今回のこの40 times はもうとにかく1日じゃなかったからさ、もうほんまにゆったり時間が使えて、で何やろ、もう撮影もメインやけど、もう今回はとにかく私もみはちゃんも楽しむっていうのをメインにスタッフさんがあのスケジュールを組んでくださってたので、何やろ、インタビューとかもなんかほんまにパッてやって、はいじゃあ押しましょうかみたいな感じでした。そう天気もやっぱさ急に曇っちゃったり、あ今ちょっと波高いからなとかそういうことはあったんですけど、でもなんかほんまに恵まれてました私たちは。めっちゃね、私 B さん焼けした絶対焼けたくないと思って焼けるようになったけど、あの足の甲はちょっと穴場でしたね。自由時間もねめっちゃありましたよ。自由時間っていうんかな、そういうのも1日目の撮影はほんまに水着2着パッパッパって撮って、もうあとはご飯食べましょうみたいな感じで、高級焼肉、高級な宮古島のお肉をいただきました美味しかったね。それまでねずっとスタッフさんが、まあスタイリストさんとかメイクさんとかマネージャーさんとか、その撮影してくださるカメラマンさんと、あとそのフォーティエイトタイムスのスタッフさん2人で、まあ言って1,2,3,4,5,6人とか大人やったんですけど、そのはい終わりました焼肉ですってなった時にブワーってあのそうあのね本当にちょっと私も未だに分からへんねんけど、なんかいろんなね大人の方が来て急にでも広いとこやったから全然ソーシャルとかは大丈夫やったんですけど、でなんかそこであこんなにたくさんの方が協力してくださってた撮影やったんやなって思ってお待たせしましたってめっちゃ美味しいお肉やった。でその私が泊まったヴィラのオーナーさんの奥さんが大阪出身やって、その焼肉の後あの焼きそば食べるでしょって言って、私の好きな大阪の味風の焼きそばを奥さんが作ってくださって、めっちゃ美味しかったです。なんかみんなにすごい愛されて恵まれた撮影でした。うん、いや本当に楽しかったですよ。まだまだ語れるもん最高すぎる。うん、いやいい出会いばっかりでした。スタイリストさんもメイクさんも初めましてやったけど、もうめっちゃ仲良くなりました。また会いたい、なんかまたグラビアの撮影で会いたいですっていう話でお別れしたんですけど、もうお別れしたくなかったもんな。で塩焼きそばも食べたんですよ。ちょっとそれもまた SNS あげますね。もう美味しくって。
最高でした。だからその48 Times の記事、私が今投稿したので今朝ぜひ見てください。海がね綺麗なのでおすすめです。そう、最近さ、やっぱりこのご時世あんまりお出かけができなかったじゃないですか。私もずっと大阪と、まあ、時々東京で撮影撮っていう、ほんまにそれぐらいしか行き来してなかったから、すごい息抜きになりました。ある意味このタイミングで撮影行けたから、すごい今までのその遊べなかった分そこで弾けれてよかったです。私の泊まったとこはね、ほんまにすごかったよ。ほんまホテルやと思ってたんですよ。でなんか美波ちゃんと相部屋って聞いて、え、あそうなんや、一人一部屋じゃないんやとか思ったけど、その一つのほんまに家、一階建ての家みたいなところにベッドが二部屋分あって、その一部屋にもダブルベッドが二つあるから、それぞれで、だからこっちママでこっちみはちゃんでって感じでした。キッチンもあったし、外にはそのプライベートプールと、あの写真載せたやつね、プライベートプールとジャグジーがついてて、でそのもっと奥に行ったらもう海が見えるんですよ。ほんまにすぐそこが海で、そこの海はもうほんまにそこに泊まってる人しか行けない海やから、ね、誰も入ってこれない、そこに泊まった人が使える海やって、めっちゃ綺麗な海を独占しちゃいました。あ、そう、シェアハウスみたいな感じやと思います。プライベートビーチ、あ、そう、プライベートビーチってやつかな。そう、すごいので、お風呂もホテルのお風呂ってさ、まあユニットバスじゃないですか。トイレがあってお風呂があってシャワーがあるみたいな、もうそんなんじゃないですよ。トイレはトイレで別にあって、でお風呂もあのすりガラスっていうんですか、あのこれ閉めないともう外から丸見えみたいなお風呂で、ドアもあのガラス普通の。そうで、お風呂がね猫足ついてる湯船やったんですよ。そう、広いお風呂に湯船がもうポンって置かれてる感じで、シャワーがなんかね水が出るとこが3つあってそれね、この切り替えが難かったんやけど、ま、天井から降りてくるシャワープラス、ま、この手持ち、ま、それはあるあるやんか。でなぜか正面にね3つこう穴があって、なんかそっからピャーンって水が出るんですけど、くるくる回るね3つともあれの使い方は一生わからんかったすごくないですか。なんかそのそっから出てくるお水もすごいいいお水らしくて、なんかちょっとあのぬめりがあるっていうので、なんやったっけ、あのさ CM やってる、あのこうマジックペアって抜いて、でこうシャワーやってこうやってやるだけでマジック落ちますよっていう、あのシャワーやったんですよ。何でしたっけあの CM。 ミラブルかな、でもそんな名前のやつでそう、そこと仲良しやねんって、あのオーナーさんがミラブルでした。だからもうさ、もうめっちゃ浴びたよな私よかったです、すごく。
ー楽しかったなお風呂がそんな感じでした。やばいですよね。うん、ほんまに海外に来てるみたいでした。同じ大阪はさ、やっぱ大きい建物がいっぱいあって、車もすごい通ってて、まあそれもすごい都会の人じゃないですか。ショッピングモールもあってって感じやけど、宮古島はもうほんまに車も、なんやろ、車がないと移動が大変ですよね、沖縄って。でもなんやろ、ヤシの木みたいな木いっぱい立ってて、海も綺麗で、なんやろ、あののどかな感じがすごい癒されました。うん、ほんまに定期的に行って癒されたいです。なんか大阪がストレスみたいな言い方やけど、全然そんなんじゃなくって、宮古島の空気を定期的に吸いに行きたいなんか気分転換したい方はもう本当におすすめです。でもな、聞いて、宮古島にマクドナルドがあって、ドン・キホーテもあるんです。で、そのカメラマンさんで大阪から宮古島に行った方がいるんですけど、大阪のポテトよりも宮古島のポテトの方が美味しいねって、揚げ感だから、そう、次行ったら宮古島のマクドナルドも行ってみたいなって思いました。そう、ドン・キホーテもあって、そこでお土産買ったんですけど、ドン・キホーテで買うお土産がやっぱ一番安いらしい。だからお土産買うならドン・キホーテがいいよって教えてもらって、みんなでドン・キホーテ行きました。なんかさ、やっぱさ、雰囲気ってあるじゃないですか。まあ、京都で言ったらさ、マクドナルドの看板も茶色になるとか、雰囲気ってあるじゃないですか。だからやっぱ宮古島な感じにドン・キホーテとかあると思ってなくてびっくりしました。行ってみたいです。またなんかもう私軽く1時間喋ってるよなあ、店内はあの一緒ですドン・キホーテ、ドン・キホーテはドン・キホーテでした。でも売ってるものがね、やっぱそこで買えるお土産、宮古島限定のものはいっぱいありましたよ。宮古島もうね、おすすめ。で、その48 Times のスタッフさんは本当に日本のいろんなところを今まで行った、本当にすごい方なんですよ。で、そんな方でも宮古島の海が一番綺麗って言ってました。何でも詳しいですよ、あの方。うん、綺麗な海、最高でした。だからなんか言ってたのは、そのスタッフさんが言うに、なんか私たちが今回こうやって行って
すごいってことをもう証明できたじゃないですか。まあ、そのスタッフさんのおかげで私たちがこんな素敵な体験をさせていただいたから、こんなすごいってことが証明できたから、またもし次イベントあれば、やっぱ他の子も行きたいって思ってもらえる記事にできたらいいなって思ってますって言ってはって、いやもうこれはみんな行きたくなりますよって言って、行きたいなって皆さん言ってくださってるから、もし次メンバーが誰か宮古島のロケ行きたいって言ってる子があったら、もう本気で応援してあげてほしいです。私ももちろん応援しますし、なんかみんなにぜひ行ってほしい。楽しかったな、幸せでした。私夢見てるみたいやった。なんかね、マリンスポーツも私たちする予定じゃなかったから、なんかマリンスポーツ、お魚とかウミガメとかもいるから、あのシュノーケリングとかもしてみたいな。でも聞いて、ウミガメね、ほんまにあのいるんですよ、ビーチから、まあ、ちょっと離れたとこやけど、もう あの辺にいますよみたいなノリで、そうウミガメがいるらしくて、で橋渡ってる時に車の外見ながら、もう一面海やからさ、なんかおらんかなって見たらウミガメが見えました。泳いでたウミガメを肉眼で見れたってなって、よかったですね。ほんまに月ひんな、珍しい私。めっちゃテンション上がった。うん、すごいよな、泳いでましたよ。もう海が綺麗やった。あー楽しかったな。浸ってる。なんかさ、旅行行ったらあるあるやけどさ、あの帰ったらさ、写真めっちゃ見返しちゃいません？あーこれ楽しかったなーとか、あーこんなんしたなーとか、うわーまた行きたい、戻りたいってなりません？旅行あるあるあるかな。ね、あるあるよな。あ、そう、余韻に浸る、それそれ、わかります。あ、ロス、そう、宮古島ロス。あ、だからさ、言うたらライブ終わりみたいな、あーあの曲良かったなとか、あのコレスもらえたなとか、ライブロスみたいな感じ。あ、握手会あるあるか、そんな感じです。みはちゃんと楽しかったねってずっと言ってました。一瞬やったけど、ずんちゃん、山根すずはちゃんと下尾美優さんにほんまに入れ違いみたいな感じで会えて、写真も撮っていただきました。交流今までなかったけど、グッて近づいた気分。ずんちゃんはね、前から仲良くって、ずんちゃんともお話ししてます。だからまたね、次は4人で撮影したいなって私はすごい思ってますし、みんなも思ってます。あ、ステーキ、ステーキはね、私たちは食べれなかったので、でもね、沖縄のステーキって美味しいって言うじゃないですか。なんかね、国際映画祭の時に、じゃあ沖縄国際映画祭かの時に食べたけど、また食べたいな。
ドラフト2期こんな感じですね。尽きないですけどどうですかなんかこれどうだったなとかありますか。何したかな。石垣牛も美味しいんや。あ、そうなんや。やっぱ石垣島の海もすごい綺麗って聞くので、石垣島も私行ってみたいなって思ってます。あ、沖縄ってチキンが有名な。あ、そうなん、牛肉じゃないんですか。これから仕事なんですか。それは頑張ってください。バイバイ。話聞いてるだけで幸せです。いやでもなんかさ、そうやって応援してくださった方にさ、だって言うたら楽しむのって私じゃないですか。やっぱねえろ、私の思い出話で楽しんでいただくこととか、オフショット載せることでなんか恩返ししたいから嬉しい。オフショットもまだまだあるのでまた載せますね。しばらく毎日投稿できそうインスタグラム皆さん見てください。で5月の末にまた写真がね、記事が上がるみたいなのでぜひ見てください。モバメ来てない。嘘、モバメ送ってるで私。え、いつから来てないの。大丈夫、メール送ってます。でそのスタッフさんもあのその行く前に写真集みたいにその100枚ぐらい投稿したいっていうのを僕らは実現させたいと思ってるのであげますって言ってるの言ってて、だから5月末にまたアップされるみたいです。だから5月末も皆さん待っててください。モバメ数字飛び飛び、やばくないそれ。嘘、知らんかった。何が汚いですか。なんかね、一回私数字バグったんですよ。9965やのに956で送ったのは送った。でもそっからね綺麗にいってるで。嘘、どういうこと、なんで。なんか最近調子悪いですね。なんかそのいつが飛んでますか。え、麻雀の1位の日私送ったよえ、待って教えて。なんかね、今まで使ってたアプリ使ってないからかな。え、来てないやつ9599629963か、私がシンプルにあの数字を打ててないっていうのもあるかもしれないですあ、マージャーのは届いてる。え、そんな届いてないの。970969が来てない。え、ちょっと待って、数字多くてやばい。9629639649697、なんか宝くじみたい。969699970。なんか人によってありますねこれ。人によって言ってる番号違う。956で送ったけど
956で送ったけど、もう私次966で送ったかな。あ、967送ってないかな。ちょっと私も確認しますし、ちょっと近重さんに確認します。なんかね、ちょっと私も分からへん。なんで？それはダメだよ。え、悲しい。どうしたらいいんかな、それ。じゃあ配信終わったらちょっとメール送るので、もし届いてなかったら教えてください。おかしいね。なんかすいません、なんでやろ。みんなどうしてんのかな。え、私だけ届いてないのって、みんなは言ってんのかな。ん、え、あれは私がさ、その私がアイス食べてる写真行きました？あの48タイムスの。まあ確かに数字出てないか分からんのか。私がアイス食べてる写真は行ってない？あのグラビア の、 その48タイムスの撮影で送ったんですけど、アイスボックスは行ったか。お餅も行ってるの。アイス行ってないか。嘘。そんな、待って、めっちゃショック。私今ツーンってきた。なんでやろう。なんか写真が質悪いなって思いますか？写真をね、通常サイズと大中小があって、小で送ってたけど画質が悪いって言われたから通常サイズで送ったんですよ最近。それがわかんかったんかな。わからん。私はね、送れるんです。多分私が送ってるアドレスのところでなんかして送ってるんかな。やから、でもさ、この写真が NG なら普通言ってくるじゃないですか、これはちょっとダメなのでって。そういうのもしてくれへんくなっちゃったんかな。ちょっともばめな。お餅、アイスボックス、ヒーヤの順でしか来てない。なんで？どうでもいいやつしか言ってないやん。どうでもよくないんですけど、なんかほんまに私の通常の日常しか言ってないな。ありがとうございます、イベントありがとうございましたとか、もうほんまにみんなに見てほしいやつが言ってない。私なんかほんまに真剣に長文書いた日とかあったんですけどね。あ、ゆうちゃんも何通か送れてないのもあったか。ちくわの天ぷらもいってる。あー、よかったよかった。あれ、私の大好き。ちょっと確認します。私激横です。ちょっとどういうこと。でもただ単に私があの番号をだいぶ飛ばして送ってるかもしれんから、私が悪いかもしれないんですけど、もしそうやったら本当にごめんなさい。ちょっともう最近数字がうまく数え切れてないみたいで
めっちゃ飛ぶ時もあるから、そ本当に私のミスだったら本当に申し訳ないです。ネットの問題でもちょっとそれは確認します。ただ単にマネージャーさんが忘れたとかやったらそれは私が怒ります。多分そんなことはないと思うから、多分なんかトラブルがあったんやと思うから、ちょっと私も聞いてみますね。お願いします。ではじゃあ私こんな話で終わりたいんじゃないの。だからオーライ話会のお話に戻るんですけど、スーツの日以外は全部456789で2パターンやるので、浴衣とジンベエとチアガールとチャイナガールと私服の部、皆さん2部ずつぜひ1日2問もね楽しんでください。今日の12時までやから、あと残り11時半、1時間半ぐらい、ぜひよろしくお願いします。どの日にしようかなって、また画像も作れたら使わせてください。嫌だったらあのこれあんま使わないでとかあの言ってもらえたら。はい、そしてフォーティエイトタイムスの記事もぜひ皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。ではまた、また会いましょうやな。また告知したいこともいろいろあるので、これからも楽しみに待っててください。じゃあ、ランキング発表や。ランキング発表します。13位トレおじさん、ありがとうございました。12位エイメイちゃん、ありがとうございました。11位高間さん、ありがとうございました。10位シモリンさん、ありがとうございました。9位リカちゃん、ありがとうございました。8位ウーカメインの箱推しさん、ありがとうございました。7位ユウさん、ありがとうございました。6位つら可愛すぎてさん、ありがとうございました。5位ズーちゃん、モンちゃんラブ、ありがとうございました。4位ともたん、ありがとうございました。3位ひろきさん、ありがとうございました。2位ふわふわたまごさん、ありがとうございました。そして1位はいっちーさん、1位のいっちーさん、ありがとうございました。ではまたねー。